Hey you guys! こんにちは、クリスです。お元気でしょうか。ただいま、ブルックリンに到着しました。ね、先日ブルックリンに届いて、今実は弟、息子の弟の赤ちゃんのベイビーの部屋でこの動画を撮っているんですけれども、なんか本当に素敵な場所ですよね、ここ。ちょっとね、紹介できればと思います。はい。こういう感じでね、なんか可愛いのがいっぱいあって。ね、ここで赤ちゃんが寝ているんだけど、今日はですね、シークレットビジョンについてちょっとお話したかったんですよね。ビジョンプログラムっていうコースを制作して、その本当に自分がどうやって生きていたいのか、ね、どういう仕事をやって生きていきたいのかっていうコースを作ったんですよね。で、作った理由は、僕は本当になんかグレー企業みたいなところで働いていて、月収20万円でもう夢を諦めている状態で辛いサラリーマンをやっていて、もうこの状態が永遠に続くんだって本当に諦めていた時期があったんですよね。で、その時に僕がもう他の人がこういう辛い経験をしているんだったら絶対手伝いたいって、絶対そのままほっとかないって誓ったんですよね。で、自分でプロセスを見つけて、本当に好きで得意なことをクロスミックスして、で、自分の理想な働く環境、ね、グレー企業じゃなくてこういう自分の理想な効率がいい、ね、ピークパフォーマンスを作ってくれる働き方とかで、自分の理想なライフスタイル、もっと、ね、旅ができたりとか、ね、バカンスに行ったりとか、自由に働いたりで、本当に自分がやりたいことで生きていくっていう、このプロセスに実はステップがあって、それを制作して5つのフェーズが入っているコースを制作してですね、本当にもうおそらく5000人以上は行ってるんです。もうかなり、まあ、4800人以上の方はね、このコースを受けていただいて、本当にね、毎日のように温かいコメントをいただいているんですけれども、一つですね、ちょっと皆さんとお話したかったことは、実はシークレットビジョンっていうのがあるんですよね。シークレットビジョン、あなたは自分のシークレットビジョンを知っていますかっていうことなんですよ。で、やっぱりね、そのビジョンっていうのは、ね、その自分がこういうキャリアを、ね、したいなって、こういう形で生きていきたいなっていう、そのポジティブで向かっていくゴールとしてのビジョンっていうのもあるんですよね。でも深く考えてみると、実はビジョンっていうのは自分の在り方ね、本音の自分っていうのはどういう自分なんだろう。で、その本音で人生を過ごしていくっていうのがビジョンだと思うんですよね。っていうことになると、ポジティブ、ね、ここに本音っていうのがあったら、ポジティブっていう、向かいたい、こういうところに行きたいっていうのもあるんだけど、実はチャレンジを通して、ね、この怖い経験、チャレンジ、私はできないんじゃないか、もう無理だって思う中で、自分ね、本音でいることによると、その自分の本音のステップ、本音の自分だったらこういう行動を取るよね、こう考えるよね、こうやって、ね、手伝ってもらうよねとかね、そうするとそのチャレンジっていうのが、さらにあなたのグレードアップ、成長のきっかけ、オプチュニティ、チャンスに変わっていくんですよね。ね、だってよく考えてみると、その皆さん失敗したことってないですか。僕は何回か失敗したことがあって、本当にもう二度とこんな失敗は嫌だって、ね、例えば誰かに冷たいこと、ひどいことを言ってしまうとか、ね、なんかの行動をして本当になんか、ね、悪いことをしてしまったっていうのは、実はこれ私の本音じゃないよねって、これ本音として望まないことだよね、それを僕は今やったんだって、で、失敗を通してもう決断をして、こういう人間としては絶対生きていかないってなって、自分がなんか変わっていきますよね。ね、なのでビジョンっていうのは、ね、その向かっていきたいところっていうのも含まれるし、ね、自分のチャレンジ、ね、本音のあなただったらどういうふうに行動をとっていくんだろうっていうのも含まれているんですよね。なのでですね、ぜひですね、この自分のビジョンを見つけていきたい、ね、もっと人生を変えていきたい、なんかちょっとだから、よくビジョンっていうのはトラブルを通して出てくる時があるんですよね。そのエゴ、スモールセルフが嫌だーっていう、ね、このシチュエーション、この場面は嫌だって、ね、でも本音のハイアーセルフっていうか、本音の自分には必要な経験かもしれないんですよね。その経験を通して自分を変えていく。ね、前髪は、ね、チャンスは前髪で掴むみたいな感じで。ね、だからそこの、その変化、自分の成長するっていうところにエネルギー、エフォート、努力、力、気を使っていくっていう形。それが本当のビジョンだと思うんですよね。なので、ビジョンプログラムっていうね、言葉を言うと、たまにはなんかそんな好きなことをやって、ダラダラして働かないで好きなことだけで生きていくなんて、そんなのおかしいよって。ね、でも実はそういうことではないんですよね。自分のビジョンを生きていくっていうのは都合良くない。楽じゃないんですよね。ビジョンを生きない方が、楽なんですよね。
ね、夢を諦める方が夢を追いかけるより楽。チャレンジがあってもう逃げるって、逃げている、怖がって逃げている方がチャレンジに向き合って、勇者みたいに向き合っていく愛の勇者ですよね。ね、愛の勇者の道の方が都合よくない、ね、なのでもしそういうことに興味がありましたら、ぜひですね一度ビジョンプログラムをチェックアウトしていただければと思います。 Alright, thank you so much. これがねバカンスの最後のビデオとなります。明後日ですね、またニューメキシコに戻ってね、ワンちゃんと会って、すごい楽しい生活がまた待っているんですけども、本当にねバカンスから途中からこうやってビデオを届けさせていただいて本当に光栄でした。 Thank you so much. I love you so much. And I'll see you next time in Chris's room. Thank you. Look at that.